はい、第152回ハークランド8月21日始めます。今回はね、戦争の話というか韓国軍の話ね、戦争犯罪の話で、プレジデントオンライン、韓国軍がね、ベトナム戦争でどういうことをしたか、若い女性1人を10人で強姦してから撃ち殺す、韓国軍が ベトナムで犯した知られざる戦争犯罪の数々っていうことで、まあ、知られざるって、まあ、だいぶ知られてますけどね、まあ、韓国軍めちゃくちゃでしたよ。1964年から73年、韓国はベトナム戦争に延び30万人以上の兵士を派兵し派遣し、アメリカを支援したと。で、多数の民間人を、虐殺したことが分かっていると、フォトジャーナリストの、村山康文さんは地元の新聞社を訪ねて虐殺の手口を聞くことができた。韓国軍の行った行動は正気の沙汰とは思えないほどのものばかりだったということを言ってます。で、うんぬんかんぬん書かれてるんですけど、まあいろいろ、韓国はね、日本の戦争のこと、まあ言われてるのが従軍慰安婦とかね、あと徴用工とか、従軍慰安婦って今言わないですけどね、言わないというかあまり言葉適切じゃないんじゃないかということで、なんて言うんだっけな、慰安婦でもないし、まあちょっと忘れましたけど、まあいわゆるですよ、いわゆる従軍慰安婦問題で、日本のことをね、叩きに叩いて、さらに徴用工、これはもうごくごく、まあ慰安婦の問題だって80年代後半ですよね。そこから朝日新聞と最初の本書いた、何でしたっけ、上松正さんでしたっけ、の本が起点になって、それに朝日新聞が乗っかって伝えて、やれ社会党やら社民党やらみたいな、が乗っかって叩いてみたいな感じで、問題が大きくなっちゃって、大きくして、で韓国、まあ、むしろね、韓国というより発端日本人から始まってますから、日本朝日新聞中心にっていう問題なんですけども、それでね、叩いて、もう戦後何十年経ってからですよね、まあざっと見て30年40年経ってからですよ、問題大きくなったのは。さらに徴用工なんていうのはつい最近ですからね、これ問題になって、で日本は悪い、謝罪しねえ、なんだかんだ保証しろ賠償しろ、個人請求権は残ってるだなんだで今に至るっていうことをやってますけど、これ韓国人はえぐいことやってるんです。まるでね、自分らは被害者だ被害者だって言ってる割には、韓国人もえらいことやってるんで、私も韓国の悪口を言いたいところなんだけど、このタイトルになってて、例えば若い女性1人を10人で強姦してから撃ち殺す、ひどいですね。これ韓国もやってますよ、こんなのたくさん、ベトナムで、ベトナムでね、民間人も手当たり次第強姦して、その後ね、ベトナム女性と韓国人の韓国軍の男性の間のでできた子供、たくさん生まれてますから、何万人単位で、どんだけやりまくってんのっていうね、どんだけ犯しまくってんのって話ですよ、本当に。で殺しもしたしね、女性でもそうだし、まあもちろんね、民間人女性に限らず殺しまくったし、韓国人は、まあ非難したいですよ、ですけど、これね、辛いのは日本も結構やってるんですよね、規模はちっちゃいですけど、日中戦争とか、あと、まあ太平戦争中に主にやっぱり中国大陸で多かったんじゃないかな、あと朝鮮半島でもやってると思いますよ。はい、まあ数はそんな大規模じゃないですけど、残ってますよね、同じように一人の女性を10人もしくは10人以上の小部隊全員でっていう証言ありますからね、実際に、そういうことやってたと。でやった後に撃ち殺したというのもあると思いますよ。ただ日本の場合これね、
戦争終結後こういうのが表に出てれば裁かれてますし、実際に、うん、戦犯として、戦時中も表に出てれば裁かれてますし、はい、あとそういうことがね、少なからず戦場にはつきものだっていうことで慰安所っていう形でね、戦場にいわゆる慰安婦の女性っていうのはいましたよね。あの軍公認のじゃないですけど、出稼ぎ労働者みたいな形でね、女性置いてて、だ日本の場合はまあ売春をまあある程度管理していたっていうこともあるし、これ韓国のひどいですからね、もう手当たり次第本当に、で虐殺もひどかったですよ、ここに載ってるんですけども、まあまあ、うん、有名な虐殺いくつかありますよね、韓国人を犯した。ですので私はね、これ言い出したら、これ要するに日本人がやった、韓国人がやった戦争犯罪を犯した、戦場で強姦した、レイプした、まあありますよ、どっちも。これどこでもあるんですよ、アメリカ人もやってるし、ロシア人もやってるし、フランス人もやってるし、ドイツ人もやってるし、イタリア人もあるし、イタリア軍っていうの、イタリア軍、ロシア軍、フランス軍、これ本当に昔からあるから、だから一方的に韓国が日本だけを言うのがおかしいと私は言いたいっていうかね、攻めれば日本だって韓国のこといくらでも言いますよ、ベトナム人だって韓国のこと攻めればいくらだって言いますよ。これね、一方的にね、難癖つけてくるのが厄介な韓国人なんですよね、日本に、日本だけにターゲット定めて、これがね本当に見苦しいというか、みっともないというか、しつこいっていうか、嫌われるっていうか、もう本当にコリアファテイグっていうね、もう飽き飽きする、うんざりだっていうね、もう本当に韓国にはうんざりする理由、攻める気にならないですよ、こんなのは韓国もやってますよ、いくらでも、うん、という話。これね、戦争犯罪も潜んっていうか、今ウクライナであると思いますよ、ロシア人はえぐい。まあこれね、どこでもやってるんだけど、やっぱ同列にはできないっていうかね、やっぱり戦争犯罪、私から見てこの女性に対する強姦とかレイプとか、強姦した後に撃ち殺すとか虐殺するとか、民間人全員皆殺しとか、そういういわゆるウィーン条約違反みたいなことをやりまくってるのは、ランキング付けしたら一番やばいのがロシア軍だと思いますよ、私は。ついで、そうですね、ドイツ軍とかフランス軍とかじゃないですか。はい、日本軍はね、その比率で言ったら低い方だと思いますよ、やってましたけど、ある程度は比率も正しかったし、その率で言ったらうんと低い方、韓国よりはよっぽど低いですよ、そういう戦争犯罪を行った、まあ、兵隊さんの割合っていうのかな、言ったら変ですけど、ただやった中でも日本人の証言なんか聞いてると、まあ小部隊の例えば隊長がね、やって順番、まあ、10人いたとしてね、兵隊さんが10人いて、女性が1人だといて、部屋に女性1人閉じ込めて、じゃあ順番にやるぞってなった時に、まあ上の人からやってって、じゃあ次お前の番だ、鈴木の番だ、高橋の番だってなった時に、これ断れないですよね、命令だもの、ある意味で、やらないと仲間外れにされちゃうとかね、いじめみたいなもんですよ、うん、いうような感じでやってた人も多々いると思います、うん、証言とか聞いてると。もしくはやってない、部屋に入っただけでやってないっていう人も多々いましたよね、話聞いてると、証言聞いてると、やった手で出てくるっていうね、うん、自衛隊でもありますよ、ありましたね、つい最近私何回かなやったけど、うん、五ノ井さんっていう女性の方が告発してましたよね、自衛隊で。そのレイプとかなかったけど、その要は自衛隊の合宿訓練みたいなので、テントでまあ
ざけてね、あの女性を押さえつけて上からまたがって腰と腰当てて男性が腰振ってみたいな、いわゆるセックスポーズみたいなのをして、みんなゲラゲラ笑ってみたいな、まあ上の人の命令だからみんなやってみたいな、誰も止める人はいなかったみたいなのありましたよね。そういうノリはあるんですよね、やっぱりね、軍隊っていうか。どうかと思いますよ、自衛隊が今時そんなことやってるのは。はい、と思うんで、このね、まあ、この記事、プレジデントオンライン、韓国軍に焦点を当ててこんなひどいことをしてたっていうのは事実だし、あると思うし、韓国は攻められるべきだし、特にベトナムから。責められたらしょうがない。これ認めないところがまた韓国なんですよね。本当に人に謝れっつっといて、自分のやったことを棚に上げてっていうのが韓国人らしくて最高なんですけど、これをね、私はね、責めちゃったら韓国と同じことになっちゃうんでね、責めたくはないですね。まあ、やっぱり自分の胸に手当てて、日本も多くなかったといい、こういう戦争犯罪みたいなのをやってたっていうね、もう本当にああいう戦争みたいなところ、戦争みたいなところ、戦争、戦場にしない、少なくとも日本の国土、うん、っていうだけの、国防力、軍事力は、日本ぐらいの、人口1億人超えると、で日本ぐらいの面積もあると、で海洋領土含めたら世界5位、6位、7位ぐらいだというぐらいの、要は大国ですよ。大国だったら自分の国、国土、国民、安全、資産守るぐらいの軍隊をはっきりと持つべきだと思いますけどね、うん、持ってしかるべきだし持つべきだし、じゃないとこういう、そうでないとこういう悲劇っていうのは本当に日本の国土でいつ起こってもおかしくないですよ。特にロシア隣なんだから、中国隣なんだからと思います。この記事だけで韓国を攻める気にはなれないっていうことですね。はい、以上です。152回ありがとうございました。またお願いします。